こんにちは、仙の原市の松井です。今日行うことは、自宅で育てる高級フルーツ生ライチの育て方の2回目を行います。前回動画を上げたのが12月9日で、今日が1月の16日です。でもう1ヶ月経ってるので、その後ライチの苗木がどうなったか見ていくとともに、この時期にやる作業の説明をいたします。それでは見ていきましょう。まずはじめに謝らなきゃいけないことがあります。というのは、種をポットにですね、植えたものなんですけれども、1ヶ月経っても芽が出ませんでした。で、最近この部屋の平均気温、特に夜の温度が低くて、で発芽する温度条件に合わなかった。いや、私自身は部屋の中であれば発芽するのじゃないかなと思ってたんですけれども、やっぱり冬のこの時期に種を植えて育てよう、発芽させようとするのは良くないという結果になりました。で、ね、当然芽が出るものと思って自分もやったので、大変申し訳ないなと思っているので、この種から発芽させることに関しては、また春夏の時期に改めて行います。それとともに、種をですね、視聴者の皆様、ご希望する方がいれば、プレゼントするということを行いますので、もうしばらく待っていただいて、で今回発芽するためには必ず適当な温度が必要なんだよということ、これがとても大切だということが私自身も分かりましたので、また次回はですね、失敗しないようにちゃんとした気温の中で行いたいと思います。それでは12月9日から植え替えてどうなったかというのを見てきましょう。でこう見ると、実はですね、今の時期もう花芽がですね、ついてますね。見えますかね。花房って言えばいいんですかね。花というよりも花が集まってるので花房。これが4つほどあります。1年目の苗木でも、ちゃんとした苗木を購入すれば花が咲きます。あとですね、20日もすれば、20日はちょっと言い過ぎなんですけれども、10日ぐらいすると咲き出すのかなと思ってるので、またその時期に撮影はしたいなと思ってるんですけれども、この時期暖かい日差しの、昼間ですね、日差しが入る環境であれば花もちゃんと育ちます。ただ前にも話しましたように、ライチの木を育てることを優先するのであれば、この花房は落とすべきだと私は思います。やっぱり花芽がついてるとすごくね、嬉しいというか、もしかしたら1年目で実がつくんじゃないかっていう期待もあるので、花が落とすのはもったいないっていうのはわかるんですけれども、花の成長を、ライチの木の成長を優先させるならば、花房は落とすべきだと思います。ということで、今日は花房を落とすんですけれども、そうしてしまうとこの先ちょっと動画的に面白くないなと思うので、落とすところと落とさないところを作りたいと思います。それでは4つある花房のうち、
手前の2つを落としていきたいなと思います。まず1つ目がですね、ハサミでここら辺を落としました。そうしてもう1つですね、ここら辺をどうしようかな、日当たりの、ここ落としちゃおうかな、ここをハサミで落とします。これが落とした花房です。ライチの花は雌花と雄花が順序よく咲くんですけれども、一つの花房にたくさんの、花芽がつきます。それで実はここでもう皆さん勘のいい人はお気づきかもしれないんですけれども、実は今このライチの中に一番のライチの天敵というかですね、問題が発生してます。で、皆さんこの画面の中心あたりを見ていただくと分かるんですけれども、白い綿のようなで中心に茶色みたいな塊があるの分かりますか。で、他にもですね、ピントが合うかな、ここと、そうですね、ここで、ここ、これですね、これが貝殻虫なんですね。で、この状態はもう貝殻虫がその卵というかですね、貝殻虫を増やそうという状態で、私はライチを生産販売する上で一番の大敵は貝殻虫だと思ってます。なので見つけ次第貝殻虫は取りましょう。で、貝殻虫を取るときはどうするかっていうと、もちろん素手でもいいんですけれども、こういったですね、歯ブラシのですくって取ってしまう。で、もう一つ歯ブラシですくい取る。これ綿みたいのが卵がたくさん詰まってるんですね。で、他にもあります。ここにあるんで、これも歯ブラシで取ると。これで、ここにも、こうやって貝殻虫はどんどん増えてって、貝殻虫の糞がですね、悪さをして、で、糞がですね、分泌物ですね、それが、ここにも結構ついてますね。よいしょ。なので貝殻虫は見つけ次第取りましょう。で、あとですね、私さっき見つけたんですけれども、ここに貝殻虫がついてる。皆さん分かりますかね、これが貝殻虫の成虫ですね。取れましたね、落ちた。このように時々ですね、木を見てあげて、私のようにたくさん貝殻虫つけないように皆さんは管理をしてください。
ぱり貝殻虫ついて、すすが、黒いすすが出てくると、それ自体は害はないんですけれども、見た目も悪くなりますし、あと、光合成しにくくなるんですよね、葉っぱが。そういったこともあるので、必ず取るようにしましょう。はい、今日は1ヶ月経ったライチの苗木の木のですね、お世話をいたしました。まず花芽がついたんですけれども、1年目の苗木ということで2つの花房を落として、この2つだけ花残してですね、これは今後どうなるかっていうのを見ていきたいと思います。と同時に、今日は貝殻虫が出てましたので、この駆除を行いました。で、先ほどちょっと言葉足らなかったんですけれども、鉢の土の表面にもですね、貝殻虫がいる場合がありますので、そういったものを見つけたら取って、捨てるようにしてください。花房を残したい場合の管理の仕方は、この時期になるともう水が必要なので、定期的に水をあげていただくということと、夜もなるべく温度の高い、10度以下にならないところに置いていただければいいのかなと思ってます。で、多分次の動画ではこの2つの花を使って人工授粉をして成功するかということをやっていきます。それでは次の動画まで、バイバイ。